スペンサー・ケッチャム・ターンブルは、アメリカ合衆国アラバマ州マレンゴ軍、デモポリス出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のデトロイト・タイガース所属。愛称は、レッドブル。2014年の MLB ドラフト2巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースで、プロデビュー。 A-9 コネチカットタイガースでもプレーし、2球団合計で12試合に先発登板して0、勝2敗、防御率4.31、23奪三振を記録した。2015年は A 級ウェストミシガンホワイトキャップスでプレーし、22試合に先発登板して11勝3敗、防御率3.01、106奪三振を記録した。2016年は、 ルーキー級、ガルフコーストリーグタイガース、A 級レイクランドフライングタイガースでプレーし、3球団合計で12試合に登板して1勝2敗、防御率3.45、39奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。二千十七年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグタイガース、A 級レイクランド、AA 級、 エリー・シー・ウルブズでプレーし、3球団合計で21試合に先発登板して7勝6敗、防御率3.70、102奪三振を記録した。オフには2年連続で、アリゾナ・フォールリーグに参加し、メサ・ソーラーソックスに所属した。11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐ、ために40人枠入りした。二千十八年はマイナーでは、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガース。 AQ、A 級レイクランド、AAQ、エリー、トリプル AQ、トレド・マット・ヘンズでプレイし、4球団合計で23試合に先発登板して5勝8敗、防御率3.92、133奪三振を記録した。9月11日にメジャー初昇格を果たし、14日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。この年は MLB では四試合に登板して零勝二敗。 防御率6.06、15奪三振を記録した。2019年は MLB の先発ローテーションに定着し、30試合に先発登板して3勝17敗、防御率4.61、146奪三振を記録した。2020年は60試合制で11試合に登板し、4勝4敗、防御率3.97を記録した。 2021年5月18日のシアトルマリナーズ戦でノーヒットノーランを達成した。6月5日に負傷者リストに登録され、7月にトミー・ジョン手術を受けてシーズン終了となった。この年は9試合の当番で4勝2敗、防御率2.88を記録した。フォーシームが投球の約半分を占め、ついでシンカー、スライダー、カーブの順で投げる。 ありがとうございます。